1だ。ありがとうございます。すっぴん好きに嬉しい嬉しい、よかった、すっぴんです。ミントありがとうございます。バブルありがとうございます。コーンストロベリーありがとうございます。おはようございます。ミシミンティーです。はい、すっかりでさ、あの涼しい素材だから、夏涼しくて、あのなんていうの、よくある T シャツの涼しい素材マラソンとかするでしょ。そうそう、洗ってもシワにならない系の。バブルありがとうございます。おはよう。パワーをありがとうございます。パワー、ストロベリーコーンありがとうございます。100キラキラありがとうございます。100キラキラ、おはようございます。オンラインお話し会、今日の12時までです。申し込み、うん、ちょっとテロップ入れてます。ストロベリーありがとうございます。コーン、すごい雨なのか今日も、うわー、ね、流されないように気をつけますハートありがとうございます。梅雨を振り絞って梅雨してるのかな。ストロベリーコーンありがとうございます。そう、オンラインお話し会の申し込みが今日の12時まで。そしてランキシーン、21日のスライ交代前夜公演の申し込みも、モバイル先行の申し込みが今日の12時まで、そして、ロードモバイルの、ロードモバイルの特典対象の方のフォーム入力も今日の12時まで。そう、みんな3点セットお忘れなく、3つとも確認よろしくお願いします。もう1個あった気がするけど、気のせいかな。そう、今日の12時まで3つお忘れなく、よろしくお願いします。ストロベリーコーンありがとうございます。おはようちよちみん、雨で湿気ってる、違う、そうかなコーンストロベリーありがとうございます。申し込みフォーム入力、よしよしよしです。みんな3点忘れないように確認よろしくです。うん、コーンストロベリーありがとうございます。市民候補のおかげで忘れられません、よかったですコーンストロベリーありがとうございます。コーンストロベリーありがとうございます集めてます、ありがとうございます。最近よしみに刺激されて、公式さんの広報力値上がってる。そうそうなのかな、あんま思ったことないけど、上がってる。いつもでも動画すごいよね、特報みたいなやつ特報みたいなやつすごいよねコーンストロベリーありがとうございますね、流れ星キャッチね、当てたいよね、わかる。おはやしビーム、最後全員投げるとかね確かに、全員投げるとか、全員投げないよね、10人。いや
全員が3回ずつぐらいだよね。30回じゃん。コーンストロベリーありがとうございます。サイン入りとかになりそう。どうだろう。豆巻きみたい。コーンストロベリーありがとうございます。ストロベリーコーンありがとうございます。公式の公式ライバルよしみんややこしいバニラありがとうございます。Today is my birthday and Yukatan's birthday. おめでとう。おめでとうございます。お誕生日。Yukatan もおめでとう。おめでとうございます。素敵な一年にしてね。あ、誕生日会またルームスの日決めてお知らせしますので、少々お待ちください。Yukatan 17歳。いいね。あれも早く17歳になりたいですね。なんか17歳ってよくない？いいよ。よくないみたいな。17歳っていいよね、なんか。もう髪の毛が長くなっちゃって首に当たって跳ねるようになっちゃったんだよね。ほら、跳ねてる。跳ねちゃう。ストロベリーアイスありがとうございます。気がめいる金曜日の朝昨日楽しかったからねバニラアイスありがとうございますね。配りたいよね、在庫あるならストロベリーコーンありがとうございます。セブンティーン、まや、バブルありがとうございます。あと3ヶ月だね。あっという間。え、ほんまや、あっという間。あと3ヶ月やば。3ヶ月あっという間すぎてびっくりした。もうそんな来てんねや、早っ。いちごアイスありがとうございます。17歳が一番楽しかった。そうなんだ、へえ。そうだね、受験もないしね。チャイナもエンジョイします。17歳やっぱり大学受験18歳。 JK っぽいこと、何があるかな。 JK っぽいこと、そう、 JK っぽいことしたいと思います。ストロベリーコーンありがとうございます。ファーストヤッピー。 JK っぽいレインボースターありがとうございます。自由だ。ストロベリーコーンありがとうございます。バイトしまくってた。そうなんだ、あら。オートミールでもアレンジするもんないかな。普通にオートミールと納豆。ああ。か、もうパン。どうしよう。どうしようかな。まあ、パンね。はいはい。納豆パン。うん。14周年コンサートって9月末だっけ？いつも。年によって違うんじゃないかな。あれ、そうなの？でもそれはそれで近いよね。うん、近い。近いよね。夏コンからそんなに期間スパンが早いよね。3ヶ月以内だ。バニラアイス、ストロベリーアイスありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ダルマありがとうございます。
コロナ前は主演ライブは10月でした。あ、そうなんだ。まあ、それにしてもやっぱ1ヶ月ちょいしか開かないよね。え、本当だ。え本当だ。去年一昨年は9月だけど10月の時もあるんだよね、確かに。ストロベリーアイスありがとうございます。おはよう、ハートありがとうございます。おはようございます、皆様。雨だけど今日も頑張りましょう。うん、時間帯によってはめっちゃなんか豪雨に当たる時があるよね、この梅雨って。 運が良ければ降ってないけど、ちょっとなんか時間がずれるとドッピョーって瞬間ね、こう波がすごいよね。コーンストロベリーありがとうございます。パンが焼けました、いただきます。みんなパンにしてもらえると片付けも準備も楽だね。おいしい。家出た時豪雨、やだね。豪雨濡れちゃう。豪雨の時ってどう頑張っても濡れるよね。雨の時か、別に豪雨じゃなくても。あのレインコート便利だね。うん、久しく着てないけど。ストロベリーコーンありがとうございます。ね、いい音したよね、サクッて。自主休校それただの休み。ね、足が濡れるのがやだよね。口の中でぐじゅぐじゅになるのがもうやだですね。替えの靴下入れといたね。入れてるけど、入れてるけど、その替えるまではぐじゅぐじゅじゃん。そうだな、靴がな、ね、足もね。替えの靴下履いたらさ、だから替えるまでの話。まあまあね、それは仕方がない。でもこうなんか筒っていうか覆ってるブーツみたいなのもあるよね。何よ。なんか長靴だと小学生っぽいけど、長靴じゃないレインシューズあるじゃん。あー、レインシューズ。レインシューズあるね、うん、あのお風呂の掃除の時に履くやつみたいな。蚊が多い気する。蚊多いよ、もうめっちゃ噛まれたもんやね。もうまださ、8月なってないのにもう10カ所ぐらい噛まれたよね。すでに10カ所ぐらい噛まれた、ほんと。学生の時って制服って頻繁に洗わへんから、濡れたらめっちゃすごい臭いよね。ちょ、うわっみたいな。みんな制服なかなか洗わへんから。うん、確かに。スカートとかね、ズボンとかね、涙拭いたくないから、どんな傘もいらないんですよね。ぐしゃぶりですね。あの
かは帰ってこないのかな。なんかダンスこんなんだよ、生きるとはずぶぬれの青春だったけど。心の中で汚れを洗い流しておる。うん、あでも長らく長靴履いてないな。あでもサイズ合うやつあるはずだよ。ねえ、いいよ。あんまりひどかったら。はぶるしかないよね。雨でもカッパを着て自転車通勤。そうなんだ。うん、雨のカッパの自転車ってすごいね。駅から遠かったりするとね、なんか自転車の方がいいとかいう方もいますけど、うん。危ないけど、気をつけてね。うん。ずるっと行かないように。ミラーとかが見えなくなっちゃってるからね。あ、バターあったけどよかった。うん、カリカマ出た。トートス美味しいよ、めっちゃ。うちの地元では長靴を丹波ブーツ？どういうこと？呼び名が違うとかあるんだ。しかもなんでその名前なんだろう。気になりすぎる。マイカー出勤いいですね、一番。一番いいですね。今日夜しないですね。あの8時半からは10期生の密着と被るのと、21時からドラゴンアリーナするので今日夜発信しないです。21時からドラゴンアリーナします。ロームバレーヨシミンギルドの方はみんな集合です。集合。フレンチトーストいいね、美味しいよね。あ、コーンストロベリーありがとうございます。お、車で到着いいね、いいねいいね。苦手だけど健康のためじゃないしね。塊を小分けにして食べてた。え、混ぜた方が美味しくない？ネバネバが苦手だったら混ぜない方がいいのかな。もう固形として食べてたのかな。そうなんや、混ぜた方が美味しい気がするけど。
朝から暴れてたねえ。時差かな、時差ね、密着懐かしいしめっちゃ楽しみ、もう早く見たい。あ、匂いきつくなるからか、なるほどね。ストロベニーコーンありがとうございます。あ、洗うのが大変だから箱から出さない。いいね、画期的。この時点ですごい匂いやね。そう？うん。だるまありがとうございます。あ、ブログ始まってるんだ。あら、そうなの。読もう。やっぱりね、名前間違えられがちだよね。全員読もう。めっちゃ例えばね、かなこさんのよしみさん。一回ね、よしみ59番、よしみさん。もう一個、よしみあかねさんだったかな。ほんまや、AKIRA あかです。楽しみ、ほんまや。動線は死んでも守れ言ってるかな。マイクが歯に当たったら歯が折れるね、ちだっけ。うん、姉たちの会ではなかったけどね、有名ですよね。マイクがぶつかったら本物は歯が折れるんだ、折れるんだ。先輩たち何人か歯折っとんやね。名言秋田先生。楽しみね、めっちゃ密着楽しみ。オーディションの様子とか曲なんだろうね、後ろの。あ、ナンバーじゃないもんね。あんたち何倍がずっと流れてたけど後ろに。楽しみ、早く話したいですねみんなと。お、秋葉先生いる限りネイルビューを押していきます。わお、そんな重要な秋葉先生。コーンストロベリー集めてます。本当だ、ありがとうございます。ここに久しぶりに入れといたら、え、ほんまや。待って、どさくさに紛れて、あれも同じ制服着たことあるし、ケーキ生、え、ほんまや。あのベージュの傘買ってやってほしいよね、くるくるね。ほんまや。始まってる。あ、ほんまや、ラムネ入りマイクね。ね、密着見てたらね、知らん間に名前覚える気がする。あいのも見てたらね、覚えるよね。ラムネ入りマイクもらったんかな、伝統の駄菓子屋さんに売ってるやつ。まあ読みにくいよね、あれね。ハルタの W どうやろう、10期生やったかな、9期はやったけど10期生もやったんかな、どうなんやろう。あ、アキラ先生って呼ばれてんねや。おそろいや。キャラ立ててよかったからね、まあそれはそう。ほんまや、名札合わせたあかんやつ。
勇気のセレクションの時でも名前忘れた人いな、名前ちゃうわ、名札忘れた人いなかったですね、一人も。あ、でもこれあれやわ、よくよくあるあるなんだけど、ブログのリンク貼り間違えてはるわ。ん？ん？この違う人のに違うブログが貼ってる。題名と中身違うってこと？あるあるだね。かわいそう。うん。早く直してほしいですね。あのだんだんあるあるになってくるんだけど、最初はちょっと胸が痛いよね。人によってこう違う場合もあるけど、これはそうなんじゃないかな、多分。私の携帯上だけなのかな。ハートありがとうございます。あ、来た。違いますね、やっぱほら。お前やっちゃうわ。確かに。でも開いたら書いてる文字ちゃうから気づくね。ハートありがとうございます。止めました。ね、確かに。雨降りピーク時間帯の通学、わあピーク悲しい。ありがとうございます、気をつけます。だるまありがとうございます。ハートありがとうございますね。天使のユートピア声の CD 楽しみだね。めっちゃめっちゃ聞きまくります。そう、オンライン話し会の申し込みが今日の12時まで。9月1日の方は残りちょっとなので、8月31日の3部、今週追加していただいた分、こちらでぜひお待ちしてます。ショールームを見てくださっているそこのあなた、全員待ってます。そう、 NNB のファンじゃないけど、 NNB のイベントはどんなものなのかと思って、でもぜひ待ってますって言ったら本当に申し込んでくださった方がいてね、この前の話し会ね、全然 NNB 知らないけどショールームでたまたま見てたら流れてきたから申し込みましたって方いた。そう、全然 NNB の他のグループを応援されてる方で、全然 NNB のイベントも NNB のこともほとんど知らないけど、あの星集めで流れてきた時にちょうど言ってたから申し込みましたって言ってた。星集めって言ったらいいね。あ、そうそう、デイリーミッションね、うん、なのでデイリーミッションで来てる方もぜひ待ってます。はい、ぜひお待ちしてます。あのいつも聞くだけでなかなかコメントできないよって方もぜひお話し会でたくさん話しましょう。で、なんだっけ、19日の若菜さんの生誕祭 M のサイン公演と、21日の世代交代前夜公演昼夜、申し込みが、ファニーコムモバイル先行抽選の申し込みが今日の12時まで。で、ロードモバイルのこの前のイベントのステッカーとマフラータオルとアクリルパネルの対象の方は、フォームの入力が今日の12時までなので、対象の方は、対象かどうかはね、公式さんが上げてくださってる画像で、アカウント名書いてるので自分の探してみてください。後でリツイートするので、はい、あれはあれだよね、もう決まってるよね。ん？ステッカーはもうレベル15の以上でしょって決まってる。あ、でも一応確認して、うん、フォームの入力を忘れないようよろしくお願いします。では13位、コウさんありがとうございます。12位、コシオさんありがとうございます。
11位さくちゃんまんさんありがとうございます。10位あつしさんありがとうございます。9位まっつんさんありがとうございます。8位そらさんありがとうございます。7位うーかメインの箱押しさんありがとうございます。6位番茶さんありがとうございます。5位平八さんありがとうございます。4位ヨンさんありがとうありがとうございます。むせました。そして3位はテケ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 テン、ロンドベルさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はテケ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 テン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はテケ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 、やすさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ストロベリーミーただいま1位、ありがとうございます。たくさんストロベリーアイスのギフト本当にありがとうございます。いってらっしゃい、ありがとうございます。今日も頑張ろう。この人いつも言うね横付け横付け、またね、ありがとうございました。今日は次の配信は明日になります。明日もお待ちしてます。オンラインお話し会、ぜひ、少しでも話してみようかな、ドキドキって思ったら、ポチッとお待ちしてます。大雨に負けず、みんなもね、みんなも大雨に負けず頑張ろう、今日も。またね、それでは次の配信も来てくれるかな？またね。